行くぞ。行くぞ。始まっちゃったよ。分かっているな。こちらも思い切りやらねばしつけということだな。おっかい。後ろパス。顔を見極める。行くぞ。よし。この感じ何かしか。さて試してみるか。力を見せてやろう。なんかやばそうなんだけど。体重が増えている。マジだ。甘いな。やさすがぞ。けてやる。終わらせるぞ。木竜の僕がやろうか。受けていない。終わりだ。気合だ。木竜の我らを相手にここまで粘るのは我らの力もあれば評価を下すのはまだ先だ。ん？何を遊んでいる。セイトン戦勝派。水月やっぱ僕だよね。は持たないよ。ああ、どうする。ここだ。こやつ。
このくらいで十分ぞ。で、結果的にはどうなんだろう。マダラも驚くだろう。これほどの強者が戦場に現れれば。つまり合格ということですかな。まあ、想像以上だったと認めてやろう。おさて、他の者たちを待たせている。里に戻ろうぞ。待たせたな。いえ、それで結果は。うん、問題ない。このメンバーで戦場へと向かうとしようぞ。火影たちよ、いよいよ戦いの時だ。里を見守ってきたこの顔岩の上より、しっかりと里を目に焼き付け、戦場へ駆けつけようぞ。やっと息子に会える、ナルト。今まで父として何もしてあげられなかった分、大きなプレゼントを持っていくよ。久しぶりの戦争じゃ、気を引き締めていかんとな。まだな、今度こそ倒す。不謹慎だが、慣れ親しい友に会えるのは楽しみでもあるな。いつの世も戦いよ。だが戦争もこれで最後ぞ。行くぞ。